はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。入試問題の実況プレイやっていきます。今回は中学入試から2020年の灘中学の理科の問題実況プレイしていきます。灘中学、もうね、言わずもがな名門中の名門ですよね。まあ大学入試のね、合格実績だけで言っても、実はね、東大理3の合格者数の内訳、もうほぼほぼトップなんですよ、灘中学が。灘高かね。だからね、もうほんと、もう地頭のね、トップって感じですよね。まあ実はですね、結構知られてない事実として、まあ灘中に限らずね、関西のね、中学って、中学入試の時ね、社会がないんですよ。だから算数、国語、理科。まあだから理系科目がね、重き置かれていて、僕も実はね、そのおかげで受かってたりもするんですけど、このね、灘中学の問題、僕も本当にね、久しぶりに解くので、今ね、解けるのかどうかね、結構不安だったり、あと楽しみの気持ちもあるのでね、頑張ってね、解いていこうと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは実況プレイやっていきます。今回はね、この問題ですね、当時から問4問題ね、なんかもう中学入試っぽいですね。太陽とかね書いてあると、ああなんか中学入試ってやったなって感じですね。地球から見ると月と太陽の大きさはほとんど同じに見えます。なるほど。地球の直径は月の直径の4倍であり、中心角が小さい扇形の弧の長さと弦の長さは等しいものとし、随一変周率は 3.4 として以下の問いに答えなさい。もうね、3.14、懐かしいね。もうなんか中学入試って感じっすよ。3.14 といえばね、もう 3.14×4 とか 3.14×6 とかね、たくさん覚えましたね。もう勝手に出てくる。かけ36が 113.04 っていうのは今でも覚えてますね。はい。まあそれはさておき、要は、ここと弦が一緒で、ってことか。で、ここ 0.5 だもんね。問1、地球の中心から太陽を見たとすると、図2のように太陽の大きさは 0.5 度に見えます。なるほど。地球の中心から太陽の中心までの距離は太陽の大きさの何倍になりますか。小数第1を四捨五入して答えなさい。あー、なるほど。ここからここの距離とここからここの距離の比かで、弦と、まあね、絶対近似しなきゃ解けないからね、こういうの。近似っていう概念をまず中学入試でやるのがすごいんですけどね。この等しいものとしっていう、だからこの、円弧とね、近似してあげることによって、ここの距離を、x としてここの直径をラージ r とすると 2π じゃない、 3.14 だわ。 3.14 中学入試で π とかで、ね、使っちゃ、ね、ダメなんだよね。てか x も本当は使っちゃダメだわ。 x、 まあでもね、奈良中の人はね、受ける人はもう x とかやってるけどね、ぶっちゃけ。てか π もやってんじゃないかな。2πx×3.14×x×360/0.5 がラージ R だよってことだよね、この円弧のね。ということで求めたいのは太陽の大きさの何倍だから、太陽の大きさラージ R が分母にいくのか、ラージ R 分の x が、これ消えて 3.14/360 か。なるほど。あー、てか惜しいね。3.14× なんとかの方だったらね、もう ×360 だったらもう 113.04 ってやるんだけど、違うね、割り算だから、まあこれはもう割っていくしかないな。まあ36000でこうなって460314641040で、これ5をかけると1570になって、4をかけると1256だから、まあ4って言うんだよね。1256で56。いやもうこれ久しぶりすぎて、2040、まあだいたい7ぐらいだね。2198かな。まあだから115倍だね。小数第1位をしようとか。はい、まあこんな感じ。いやもうね、はい、まあ何とかけだ。問2、地球の中心から月を見たとすると、月を見るのか、月の大きさも 0.5 度に見えますと、そういうことね。月を見るとここも 0.5 度やで、とか、地球の中心から月の中心までの距離は地球の大きさの何倍になりますかか。なるほどね。だからこれ、まあ総じ的にラージ R と X の比率は同じく115倍なわけだから、で、地球の大きさのってことか。地球の大きさ、これで月の4倍って書いてあったからね。だから、115の4分の1倍か、になるって感じか。だけど、115、一応怖いからね、有効数字的なあれもあるから、一応9000÷314計算しとくか。怖いからね。あとね、314の掛け算をちょっとでもしたいっていうね、個人的な、まあ、ノスタルジーに浸るっていうんですね。で、8かな。そうすると2511。ああ、懐かしいね。2511。そうするとちょっとこっち208になって、
2080、まあだからこれもまた同じように8かな、ん違う6か、だから29倍か、こういう風になるよって感じか。はい、まあこれもね、いい問題ですね。だからいい問題だよね、やっぱさすがって感じ。なんかこう理科の問題なんだけど、問題文を読んで適切な図に落とし込んでっていう感じしますよね。で、問3、地球の中心から月の中心までの距離は38万キロ。これ、ここが38万キロ。地球の中心から太陽の中心までの距離は1億5000万キロ。あ、38万、1億5000万。で、太陽の大きさ、月の大きさは何倍になる？あ、なるほどね。これは何倍かって言ったら、まあ、この比だよね。相似比で。だから、1億5000万割る38万。だから、1万5000割る38すればいいのかな。え、まあ、7500割る19しとけばよくて、まあ、だいたい400。57,180,9,171,90,476 だけど、まあ 394.5 より大きそうだね。だから395倍かな。はい、これあるあるだけど、直径ってね、一応チェックしなきゃいけないとね、片方半径、まあそんな問題出さないか。問4、地球のね、赤道上の地点で満月が頭の真上に見えたとき、北極点や南極点でこの月の中心を見ることができません。極点、南極点では月の中心を見ること、あ、そういうことね。だから遮られちゃうってことね。北極点、ここのね、上しか見れないからね、極論。では北半球でこの月の中心が見える範囲は北緯何度までですか。図さんを参考にして答えなさい。あ、なるほど。だから要はここのね、角度を求めたいってことか。ここのシータを求めましょうっていう問題かな。うん、で、何が与えられてたかっていうと、地球から見ると月 0.5 度だよってこと。あ、だからここの角度が分かってるのか、 0.5 度だよって。で、そっからここの角度だから、まあ、あ、だからこれこうだよね、こう結んでここの角度を求めたいってことだから、え、まあだからここが1度とかだったら89度になるしみたいな、ここ直角だからねみたいな、ここの角度を求めましょうっていう問題か。そうすると、どう求めるかというと、あ、だからそういうことか。ここの部分、ここの角度が大きくなればなるほど R 分の X の部分が大きくなってくるわけだよね。ん？そうだよね。R 分の X は小さくなるのか。R がね、大きくなっちゃうからね。それを使うと、ここの部分が一定で、地球の中心と月の中心、あ、地球の月の直径の比が4対1なわけだから、この角度の比 0.5 度だったら、こっちが2度になるのかな。その4対1になるよっていうことが言えて、ここが1度とか。てか、さっき1度だとしたらって言ったから、89ってもうわかるね。うん。たまたま同じになっちゃったけど、まあ、そういうことだね。はい。で、89度ですよってことか。いや、これ、うん。多分答えはね、出て計算間違ってなければ多分合ってると思うんですが、まあね、とりあえず中学入試っぽいですね。中学入試っぽい。とりあえず答えをね、見ていこうと思います。問1が115倍29倍395倍89度。 OK ということで、はい、無事全問正解でした。イエーイ。まあ全問正解じゃないとね、一回受かってるんで、これ逆に間違えたら、中学、てか小学生の頃ね、僕より退化したみたいな感じに、ね、なってしまうので、まあなんとか解けてね、良かったとは思うんですけど、感想としては、そうですね、まあ、灘中、さすが灘中っていうか、中学入試の問題、ただね、知識だけを問う問題ではなくて、こういう、まあ、条件を見ながら、どういう形に落とし込んでいくのかっていうね、本当にもう地頭を要求するというか、小学生の中でこれを解くって相当すごいなっていうふうに思いますね。まあ、あとね、なんといっても3人ですよね、ノスタルジーですね。はい。ということで、今回ね、奈良中のね、実況プレイやってきたわけなんですけど、他にもこういう入試問題実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄と、あと Twitter やインスタの DM に送ってもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。